どうも、東京女子区のエミリです。今日は昔使っていた美容液エンリッチドセラム CB について調べてみました。おそらく 7,8 年くらい前に一度だけ購入して使用していました。まあ、リピートしなかった理由は、そのエリクシールスペリエルの化粧水って3種類種類があって、とてもしっとりの化粧水を使っていました。当時エンリッチドセラムの美容液もしっとりしてて吸い付く感じがしたんで、まあ化粧水だけでも十分に効果があると判断して使用するのをやめました。実際にエリクシールの美容液に入っていて化粧水に入っていない成分を調べてみました。今回も独学ですのでご了承ください。私が個人的に気になった成分がいくつかありまして、まずはイノシトールなんですけど、イノシトールはコラーゲンやヒアルロン酸を作る細胞を元気にさせる成分です。ムクロジエキスとウコンエキスなんですけど、資生堂の研究でですね、肌の一層目にある表皮幹細胞っていう細胞が減らなければ、その皮膚の表面のヒアルロン酸の量が増加することを発見したらしいんです。ヒアルロン酸っていうのは有名な潤い成分ですよね。一層目と二層目の間にある膜が安定していると、このヒアルロン酸に関係する細胞が減らないらしいんです。低膜の分解を抑えるのがムクロジエキスとウコンエキスのことです。ちなみにこのイノシトールとムクロジエキス、ウコンエキスは似たような成分がですね、スペリエルの方ではなくアドバンスドの方に入っているようです。まあもしかしたら効果結構似てるのかもしれないですね。最後にマンゴスチン樹脂エキス。基底膜の下にあるアンカリングフィブリルというコラーゲンがあって、これをおそらく資生堂さんは釣り型コラーゲンと呼んでるんですけど、この釣り型コラーゲンは加齢、紫外線や乾燥などによって、張り、弾力が低下した肌で減少するそうです。釣り型コラーゲンを分解する働きを抑える成分、マンゴスチン樹皮エキスが有効であることを資生堂さんが発見しました。というわけでして、美容液を調べてみたら、ヒアルロン酸やコラーゲンを減らさない、肌を安定させる感じなのかなって思いました。7、8年前使ってた時は、化粧水のとてもしっとりを使った時と、その美容液を使った感じが似てたので、変わんないなと思って、たんですけど、まあ、今34歳になってもう一回使ってみたら、化粧水だけを使った時と肌を比べると肌に張りがある感じがしました。昔は効果がいまいち分かんなかったんですけど、これからはエリクシールシュペリエルを使う時に美容液も使おうと思います。